ショッピングセンター鈴鹿ハンターにお越しの皆様、こんにちは。ここ鈴鹿市にあります三重県立白子高等学校吹奏楽部です。ただいまから当吹奏楽部がスプリングコンサートを開催いたします。本日のスプリングコンサートは、この春から当吹奏楽部に仲間入りしてくれた新入生のデビューコンサートとなります。新入生の中には楽器を持ってまだ1ヶ月も経っていない初心者の部員もおりますが、会場にお集まりいただいた皆様に吹奏楽の楽しさが伝わりますよう、部員一同一丸となり心を込めて精一杯楽器を奏でさせていただきますので、最後までご声援どうぞよろしくお願い申し上げます。最初にお送りいたしました曲は、当吹奏楽部のテーマソングとして演奏しておりますサンバのリズムに乗ったコパカバーナでした。そしてコパカバーナに続いてお聴きいただきました曲は、民謡調のメロディーで親しみやすく、ヘイヘイホーの掛け声でおなじみの予作。1930年代から1990年代まで日本の歌謡曲界に君臨し続けた日本の大作曲家服部良一の青い山脈でした。さあ次にお送りいたします曲は、昨年三重県で開催されました全国高等学校総合体育大会の入場行進曲として、 NHK 教育番組でもおなじみの宮川明さんが作曲された未来へです。この曲は当吹奏楽部がレコーディング初演を行いました。素敵なメロディーが次から次へと奏でられる音楽の玉手箱のような未来へを、ごゆっくりお楽しみください。Thank you.
次は先月まで放送されておりました NHK 連続テレビ小説満腹の主題歌としてドリカムことドリームズカムトゥルーが歌ったあなたとトラッタッタです。今回は演奏に合わせてダンスもお楽しみいただきたいと思います。それではあなたとトラッタッタをお楽しみください。Thank you.
時間が経つのは早いもので、もう最後の曲の紹介となってしまいました。最後にお聴きいただきます曲は、明るく陽気な青森県ねぶた祭りのリズムをふんだんに取り入れ、吹奏楽風にアレンジしたハッポレねぶたです。青森県で開催されておりますねぶた祭りに負けないくらい威勢よく演奏いたしますので、皆様のご声援どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは和と吹奏楽が調和したハッポレねぶたをごゆっくりお楽しみください。Thank you.
アンコールといたしまして、私たちの大好きな曲、風になりたいを演奏させていただきます。これからも聴いていただいている皆様の心に届く音楽を求め、部員一同一丸となり、さらに練習に励んでまいりますので、今後とも三重県立白子高等学校吹奏楽部をどうぞよろしくお願い申し上げます。それではアンコール、風になりたいをごゆっくりお楽しみください。終了させていただきます。もう一度大きな拍手でお見送りくださいませ。